12日の夜の状態です。実は最近夜泣きが始まったっぽくて、夜に何度も激しい泣き方をします。今はお乳を飲んでちょっとね落ち着きましたけども、ちょっとまた多分ね泣き始めるので、どんな状況か記録に残していきたいと思います。